花は桜木、人は武士。散るべき時に散らざれば、いかでか人に惜しまれここに会津藩士の否定にて白虎隊と唱えしは日清館学生を選抜したる人々にて年齢わずか25、6、17歳をまだ超えぬ中遊儀列の少年なり、主君の暗記をおのがせに自ら追って帰り見ぬ少年隊は勇壮なる監視隊の左翼となりとの口腹に打ち向かい、昼間を暗き修羅の庭、雷鳴山岳を振動し、たちまち放つ電光に、小兵の早業ここかしこ、ひらめく影は白虎のごとく、
Takeri ni takeru son.